具志堅ファミリーの時間ですよ。さあ始まりました、具志堅ファミリーの時間ですよの時間です。今日のお相手はお父さんのれっちゃんです。はい、むっちゃんです。三女のしおんです。はい、そして四女のほさなです。はい、今日もこの4人でお届けしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、私たち具志堅ファミリー、名前の通り家族で演奏活動を行っているグループです。6時から1時間私たち具志堅ファミリーと一緒に、ゆったりとした時間を過ごしましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp、ファックスは 098-934-8653、098-934-8653、また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。またツイッターも連動していますので、たくさんのツイートよろしくお願いします。はい、ツイッターにもね、たくさんコメントお待ちしております。はい、ということでまず1曲目紹介したいと思います。これは、はい、ですね、いつの CD かな。結構前の、あの感謝サビラという CD に入っている冷やみかじ節紹介します。
います。はい、ありがとうございました。はい、今日もね、うん、暑いですね。はい、もう本当にもう今いい天気ですね。6時になったばっかりなんですけれどもね。でもね、全国的にはね、すごい荒れた情報が入ってきたり、梅雨明けが7月の中旬ぐらいってニュースで見てびっくりしました。おっそーと思って。まあね、竜巻、そんな被害もあったりね。あ、うわ、もうちょっと想像つかないくらいね、沖縄は。最近雨ないよね、梅雨が。そうですね、雨が全然降ってないですよね。梅雨の期間もすごい短かったし、なんか思ったよりも、全然なんか激しい雨もそんなになかったんじゃないかなと思って、まあね、そうだからちょっと大丈夫かなって思いますけど。水足りるかな。そう、しかもね、こんなに暑かったら、またね、体調崩す人もたくさん出てくるだろうし、まあいろいろな心配がまたこれから出てくると思うんですけれども、ね、水ちゃんと飲んで。暦の上ではね、今日は6月、今日は6月18日ですね。でも今見たい暦はそれではなくて旧暦ではいつになる、はい、旧暦では5月3日正解、5月3日です。で、明日ハーリーの日です。ハーリー、5月4日はあの一万ハーレーの日って言って、そのハーレーが来ると梅雨が明けるっていう風に言われていてね。あ、そうなんだ。ちょっと梅雨さんの方が待ちきれなかったようで、だからね、早く明けたようですが、盛り上がるからね、三笘の旧暦の、学校も休みか、もう午前中だったり、もう非常にこの町ぐるみでね。そうなんだ。なんか三笘いろいろすごいよね、旧暦に。旧暦ね。でもやっぱり暦は旧暦見るところで、この季節が、この月の仕組みというかね、ああなるほど、今日はこの日だからとかって納得するものがあるから、新暦で見てるとわからない旧暦の凄さ。この月は暦を知っているって思うくらい、ぴったりとこう当たるわけでね。今日も朝早くからね、娘がね、次女がね、みゆみがね、娘がねって誰の。みゆみがね、娘ってお母さん何人いるのね。電話があって、お母さん今日の潮の満ち引き満潮何時ねとかって、あんた携帯持ってるでしょとかって言ったんだけど、それによって海の引き潮が分かることによって、遊び方が変わるよね。変わるさね、それ知らないで海行くところがね。まあちょっといいけど。でもね、わざわざ調べて海行かんよね。行ってから、あ、引いてる。どうしようってなるさ、いつも。今日また大潮だからね。なるなってから、なんか道引きのことが頭にないから、海行ったらいつでも入れるもんだと思い込むからさ。海も休みやるのみたいな、ね、だからよ。あの泳ぐとかさ、海水浴程度では、そんな道引きは関係ないけど、やっぱり海に行って漁する人にとっては、この満潮潮汐というのは非常にね、こう影響するわけね。あまり深いと潜れないでしょ。引き潮だと海が浅くなるから、岩場に潜りやすくなるわけね。こうして潜り漁は大体こう大潮を狙っていくと思う。お父さんもそうしたから。なんかさ、でも潮が引いたら、あれさ、海がね、浅くなるさね、とっても、だからあれしてるさ、潮干狩りみたいな、あれやったことないんじゃない？やったことない？そのはやったことない。あ、で、あるけど覚えてないのよ。嘘、あれの？肩車か、なんかしてやって、もうあれだね、もう お父さんたちに任せっきりの時だね。なんでここで何をしてるのか、泳ぐ以外の何かしてるみたいだけど、なんだろうっていう感じの。多分そこがどこかわからなかったんだはずね。そんな感じ。カシエにいたのかね。
あのどこやねん、そう、でもね面白いんじゃない。でこの間ホンサナもあのすごい暑い日で、あの授業の合間に時間があって友達と海行った日があったんですけれどもね、あの学校に近くね、あの宜野湾市の学校だから、ね、海あるさ、うん、でビーチに行ったから、あの足だけ海入ろうって言って入ったら、見た目はすごい深いけど入ったらもう全然深くないわけ、うん、奥まで行ってるのにもう膝のちょい上ぐらい、うん、なんかあの遊泳区間があるじゃないですか、うん、あっちが決まってるビーチだったんだけど、うん、もうそこね入っていったら、あ待って全然深くないみたいなそして周り見渡したら結構潮引いてるねってなって、でそれで海上がって、この潮引いた時って歩けるさ、あの岩が出てくるから、うんうんうん、そことか歩いてたら、あの岩と岩の間にさ、あの水がさ残ってるところとかあるさ、なんか言いたいこと分かりますか。うん、その続きまずなんか岩の間にそう水が溜まってるんですよ、この海の水が、うん、溜まってたら、そこになんかちっちゃい魚たちがさ泳いでるわけ、うん、取り残されたのかなって感じで見てたりとかなんかナマコとかもすごいいっぱいいるわけ、うん、とか、なんだったカニとかもさいっぱいいたし、うんうん、なんか一つのなんか穴の中にヤドカリがめっちゃいっぱいいたりとか、すごい面白かったよ。だからなんか普段はなんか海のそんな歩かないじゃない、うんうん、潮が引いてないと。だからなんかあ面白いなと思って、魚が一番可愛かった。しかもなんかブルーみたいな、水色みたいな、青みたいな、すごい綺麗な、うん、色してて、あここの海でもこんな綺麗な魚が見れるんだってちょっと感動してよ。で時々ちょっとオレンジっぽい魚もいたりして面白かったね。そしたら周り 見たらね、まあ、家族連れの方たちが潮干狩りとかしてて、うん、あ楽しんでるなーって。そうだから楽しいからどんどん奥行って、そうそう、貝を拾ったりねするわけ、うん、で気をつけないといけないのが時間制限ありということね、うん、あるね。そうだね、それ引くのもさーっと引くけど、こう満ちる時も気づかないうちにっていうか、だん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 わーって迫って、うん、溺れるっていうこともね、うん、そうだね、それで溺れるってこともやっぱりあるわけだから、夏の危険、うん、それはちょっと十分ね。でも面白いよね、この潮が引いたら。なんか恩納村に、うん、あの前ドライブイン行ったじゃない、レストラン、うん、ドライブインレストランに行った時に、うん、すぐ本当にあのお店から見える位置に、うん、ちっちゃい無人島があるんだけど、潮が引いた時にしかここの島には行けない。うん、だからこのドライブインのレストランの姉妹店としてお店を作ったけど、でもご飯食べる時間って人それぞれ違うさ。だから潮が引いてる時にお店に行っても、もう帰る時には満ちて帰れないみたいなうん、うん、そういうことが多かったから、結局お店も閉めて今は本当に誰もいない状態みたいなんだけど、でもそういうのって面白いんじゃない。面白い。潮が引いた時に行こうってなんかね、何かバカなレストランって感じするね。いやでも本当に、ね、でも本当にあのこのね、あのドライブインの本店は、うん、もうあのなんていうの、この本当になんかガラス張り、うん、この海がすごい綺麗に見えるところで、うん、もう子供たちがこう目の前の砂浜で遊んだりしてるわけ、うんうん、だからね、あの多分潮が引いた時とかあっちまで行けるって絶対思うからさ、うんうん、ね、しかも船出す距離でもないしさ絶対、まあ、あれもう歩いて5分とか5分もないよ、5分もないかな、うん、多分走ったら多分いいぐらい。どうやってでも立てたんだろうね。ねえ、これでも大変だった。でも帰らなかったんじゃない、持って行って帰らないで、うん、だから多分営業時間もそんな長くなかったと思うよ招きになる方は、そう、あの女さんのドライブインまで、うん、見に行ってみてくださいね。面白いですよ本当に、そこに宿泊場もあるんじゃないの。いやない、だってそんな大きい島じゃないよ、無人島だけど、ね、うん、もう本当に木いっぱい生えてるし。この話聞いたら非常に悩むんだけど、うん、なんでこう行ったでしょ、行ってない、うん、行って、何もないわけ、何もないないない、もうこう濡れてあの帰るんだっていうぐらい覚悟しないといけないところなんでしょ、うん、うん、わかんない。でもだって潮が引いてたら全然歩けるからさ、あの岩の上満ちたら、そうなんだ、あの、うん、ちょっと長く短く話をね、うん、長く短く、こう夜景なんで自分たちあれ、あのこうエージェホテル行ってたでしょ、うん、あの夜景だから変山までね潮が引いて歩いて渡れたんだよ。
焼けながら変山まで、どこね海中道路。あー海中道路、はあれ海中道路はね、うん、前歩いて渡れたし、うんうん、それトラックでね、トラックで、うんうん、一応バスみたいにして渡っていったわけ。海の海、帰りをどうするかって言ったら、帰りは船で帰る。あ、なんかそれ言ってたね、うん、じゃあトラックは送ってそのまま帰るってこと。トラックは師匠が引いてる時だけトラックを走るわけ。あ、面白いね、だから昔そういうことがあったんだけど、あ、昔面白いねって思ったことないんだけどね今面白いね。いや、ね、だって今はさ、海の中を歩くって考えないじゃんっていうか、だから全体的にもう橋がいっぱいかかってるから、うん、今はそんなね、こういう移動手段があったんだってなるじゃん。話変わっていい？え？じゃあこの道潮に関係して、うん、ずっと気になる神社があって、厳島神社、うん、っていうところ、うん、広島県にある神社で、うん、この水の上にこの鳥居が立ってるの分かる？それがなんかいつもさ、行ってみたいなって気になってるところ。あ、これもなんか潮引いてる時に立てたのかな、あかな、こっから来てるかもね、うん、でもね、なんか海に何か建てるって引いてる時にしかできないから、なんか面白いなっていう思う。ユネスコの世界文化遺産に登録されてるらしい。へえ、ね、面白いね。なんかこういう不思議なとこにいろいろ行ってみたいね、うん、ですね。なんかまた他になんか面白いのあったらはい、ぜひぜひ教えてほしいですね。はい、相当話ずれたな。ね、ずれたね。まあ、いいね。まあでもね、この時期は海に行く時期なのでね。梅雨から入ったんじゃない？なん、あ、だからね、梅雨の話してたね。いっぱいさ、いつも話題が。はい、ということでメッセージを紹介したいと思います。はい、ラジオネーム、毎度乾商店です。はい、具志堅ファミリーの皆さん、こんばんは。今夜はテレビに出るんですね。 BS 日テレの、24時から健一を楽しみにしています。録画して3回いや5回は見ますよ。どんな内容かちょっと教えてください。めっちゃ楽しみです。はい、ということでですね、ありがとうございます。乾商店さん。沖縄で覚えてるの？ BS 日テレっていうのは、ね、うん、もしかしたらみんながみんな見れるやつじゃなくて、じゃない、ね、多分この回線をつないでる人しか見れないんじゃないかな。 うち見れない、うん、BS ね、うちもそうだよね、うん、うちも見ない。出る歌は分かるけど、あ、うちも見れないや。だからちょっとなんかそう、まあでもまあ内容としては、うん、南海キャンディーズの山ちゃんが出てるらしくての番組でして、その方が MC ね、司会してて、はい、メイン MC みたいな感じなんですけど、撮影場所はこの FM 小山のこちらのフロアを使ってね、はい、会話したのよね。そうですね、沖縄の芸人さんと、クロマニオンね、そうそうそう、初恋クロマニオンさんと、ちょっと私たちの紹介なんかしちゃったりしちゃって、で一曲歌って、そうそうそう、そね、うん、曲も紹介してありがとうね。バイバイ。今日も元気な、ね、名前聞きたいね、お兄ちゃんね。今度名前聞いといて。ちょっと待って、ラジオ聞いてる人は何が起こったかわからないですけど、ごめんなさい、いきなり、うん、ですね、いつもこっちのギャラリーのところを可愛い男の子が通るんですよ。この子は中学生だね。中学生かな。見た感じ中学生、うん、そして本当に毎週来る。見た感じ部活は野球部だね、うん、野球部だね。ね、今多分焼けるんじゃない？だんだん黒くなっていくはずよ、うん、野球部だったら今練習してる真っ最中だよ。いやでも6時だもんね、うん、あ、そう、だいたいその時間、うん、帝国通りに通るよね、うん、帝国通りに、だから部活終わりのここをもう毎週通って、バイバイして帰るね。そして見てすごいもう満遍の意味でニコッとして手を振ってねえ、てか話変わったね、かかげるようにさっていくだからよ、話変わったね、ごめんなさいね。ということで今日は今夜 BS 日テレの24時から健一っていうタイトルでね、はい、私たちちょっとだけ歌ってますので、はい、なんかどうだったか、ちょっと感想を聞かせてほしいですね。乾商店さん、はい、なんかね、どうだったよっていうのはね、教えてほしいですね。また待ってます。こう来るとは思わなかったはずだけどね、きっとね。まさか感想文求められるとはね、うん、うん、はい
はい、でははい、もう一通読みたいと思います。こんばんは。いや暑い、年々暑さが増しているように思えるのは僕だけでしょうか。去年もこんな暑さだったかな。コーラしばしばごっくん。では具志堅さん放送ファイト、よぎしこジャパンでした。はい、ありがとうございます。いつも美味しそうに飲みますよね。なんかあの伝わってくるんですけど、飲みたくなる。夏はね、本当に、うん、いいね。もうね、こっちあの本当にスタジオの外見えるんですけど、あの太陽のさ、うん、あ、ね、熱っていうかさ、もう光がすごいわけね。だからなんか、あーもうなんか炭酸とかも飲んでシュワッてしたい。うん、気分になる。シュワッてしたいね。そう、スカッとしたいね。てかこの、うん、あのもうちょっとで日が沈むんじゃないかなっていうこの時間に海に入りたい。そうですね。一番ベストの今多分いい時間だと思う。そうそうそう、7時前までにね入るっていう、ね、7時頃にだいたい日が沈むので、うん、その前に、ね、最近は結構遅いよ、うん、7時過ぎてるね。ちょっと過ぎるかも。でもね、うん、今のやっぱり沖縄って風は そよそよと、うん、そしてまあ確かに日差しは強いけど、うん、そしてセミが間近で泣いてるよね。一生懸命泣いてる様子がよく伝わってくるのと、うん、そして夕方ぐらいになると、うん、どこからともなくあのエイサーの音が聞こえてくる。あれ聞くとね、あ、夏だなって感じ、うん、あの公民館とか近いとね、なんか太鼓がボンボン鳴ってる、ね、この練習が公民館で練習してるなって感じがね伝わってくる。あ、最近聞こえたよ、ね、いつだったかな、昨日、昨日じゃないか、一昨日とか。いいよね、うん、お家に帰ってくる時とかなんかボンボン聞こえる。こんな時期ですね。ということで今太鼓のどんどんで思ったんだけど、禅とエイサー祭り、祭り、はい、9月の4、5、6今年はね、金土日、本当になんかこう本場のエイサーというか伝統的なエイサーを見たいという方は、うんうん、これ見た方がいいな。沖縄市のね、あの広いところで、広いところ、広いところ、あれね、あの市営運動公園。今メモしようとした人は沖縄市9月の4、5、6場所場所場所、ああいう広いところ、広いところ沖縄市にある広いところ探してください。違うさ、あっちを何だった。あの陸、野球場、野球場、野球場でやるの。野球場でやるじゃないよ。野球場、市営陸上競技場じゃない。陸上競技場じゃない、ああ違うの、広いところ県層じゃない、県層じゃない、県層、県層は全然違いますね。あっちを、あのスタジオからも近いよね。あのだからこの高速道路出たらすぐよ。あ、それはある。あっちはあっち、陸上競技とあってなんでこれ野球場が、うん、隣同士になるわけね。そうそうそう、それ野球場ね、新しくなったよね。ラケーズは、うん、だから野球場、今までずっと野球場でやってたわけよ、あの、うん、あれをね、うん、で、あれ変わってなければ野球場だと思う。そうですね。でもあっち高速とか走ってたらなんか見えるんじゃん。高速出たらすぐ分かるでしょ。てか、ね、ということで申し訳ないから今調べたけど、コザ運動公園陸上競技場、陸上競技場でした。はい、ちょっとすっきりしたね。すいませんでしたね。はい、ね、この時期ね、この大会が陸上競技場で開かれる前に、あれあるさ、あの道樹ね、うんうん、あるさ、こっち目の前でやってるさ、ね、うん、あのミュージックタウンの目の前とか、はいはい、だからね、去年ね、シオンと2人で歩いてから、あ、見た、そう、ラジオの前にちょっと歩いてきて、ちょっとだけエイサー見 て、ね、それをこう感じると、うん、なんかエネルギーもらえるっていうか、うん、あー、もうこの季節がやってきたなって感じですね。いいよね、すっきりするっていうかね、あ、これが沖縄だと思えるような瞬間をぜひ見てほしいなって。すごい、今年何回目だと思う。第60回って、ね、今年で結構あるんだね。第60回沖縄全島エイサー祭りって、みんな行こうね、いいですよ、皆さん楽しみだね、夏だね、会おうね、あっちでね、今年は行こうね。あのさ、しおんさ、浴衣着たいわけでも、うん、浴衣着たいって言ったらさ、お姉ちゃんにも細野にもさ、えって言われた。だって浴衣暑いじゃん。は、涼しい浴衣もあるし、まあ着たいけどさ、ちょっとなんか着たいんじゃない。別に、うん、なんかでもこれぞ夏って感じ。リアクション薄いからいいや。え、なんで、着たいならどうぞ、どうぞ、本当よ。はい、
そうですね、着るのもいいんじゃないって感じですね。まあ、夏いろいろ楽しいこといっぱいあるからね、はい、夏の楽しみの際です、はい、そして夏の楽しみというと、はい、ライブがありますからね。具志堅ファミリーライブですか。はい、具志堅ファミリーのライブですか。そうよ、沖縄じゃないね。今月あるよ、26日。はい、26日は、金曜日ですね。金曜日26日金曜日、ハッピーアイランド東村スペシャル、お昼12時頃に私たち歌います。で、はい、ラジオ FM 沖縄の、ラジオからも生放送で放送されますのでね、ぜひ、場所が、東村役場、そこすごい近いところ、うん、この場所を新しく名前がこうつけられたんだけど、うん、まあ、東村の役場に行けば東村の役場結構遠いね。遠いね、遠いね、うん、まあ、そこで会いましょう皆さん、会いましょうね。近いところの、イベントはそこですね。いらしてください。6月の26日来週です。7月は、大阪、7月4日に、ブラウニーというライブハウスで関目の方で行います。19日が名古屋で A サインバー小座、それから24日は、東京の王子というところのハイビスカスで、25日もイベント入ってますが、近々発表します。で、26日が南小岩の小玉で、ライブですね、はい、うん、6、7のライブ情報でした。はい、ぜひぜひいらしてください。はい、ありがとうね。拍手の音聞こえましたか。はい、ではね、メッセージ届いていますので紹介したいと思います。はい、しおんちゃん、これなんて書いてあるの。厳島神社。厳島神社、いいとこですよ。鹿がたくさんいて餌を求めてひっついてきます、うん、揚げたもみじまんじゅうや、柿とか美味しいものもあります。小学校の修学旅行で行きました。旦那さんと行った時は潮が引いていて鳥居に触れました。今日のテレビ録画予約バッチリです。コニタンでした、ということですね。ありがとうございます。嬉しい。そうなんだ、やっぱり引いたら触れるんです ね。どっちも行ってみたいね。見つてる時も引いてる時も一日で体験できるんじゃない。あ、そっか、できるかもしれない。ね、あの引いてる時に行ってで、うん、戻ってきて、うん、満ちてきたみたいな。でもちょっといいかもしれないですね。広島はやっぱり牡蠣が有名だから。牡蠣いいね。揚げたもみじまんじゅうも美味しそうですね。揚げたもみじまんじゅう、んもみじ、んんまん、んまんじゅう揚げたもみじまんじゅう、うん、どんなもん、まんじゅうを揚げるってことですか。油で、うん、すごい。そうですね、僕にあげるわけよ。はあ、お父さん食べたいんだよねきっとね。でもそういうところ行ってみたいね。なんかね、いつもね、東京とか大阪とかちょっとメイン、うん、メインっていうか、なんか境、なんかね、中心街、中心街だからね、飛んでいかないし、うん、行ってみたい。はい、では続いてメッセージ読みたいと思います。はい、福岡から C 君です。先日三振を覚えようとクークシー見てたら、知り合いから何それ暗号って聞かれて笑ってしまいました。その人ピアノとかギターがめちゃくちゃ上手でしたから、わかると思ってましたから、とりあえず読むだけならできますよって普通の音符見せたら分かってもらいましたということです。うん、確かにあれ暗号みたいだよ。あれは暗号だよ。しかもクークシーなんか丸とかね、4とかね、数漢字とか出てくるからね、うん、合計の合とかね。確かにこれ何かもしれないですかね、うん、漢字が出てくるしね。はいはいはい、ね、うん、いや難しいですよあれ。ホンサナーもね、高校生の時に三線を学校で習って、ちょっとクークシーの読み方も習ったんですけどね、うん、もう今覚えきれてないですね。、うん、いや難しいですよ。あれ、でもほら、これが何の意味かっていうのが分かると、この五線譜に置き換えて、うん、こう移していけるわけね。そうやって練習してやったよね、学校で。学校で？あれは、シオンの時だった。ああ、シオンなんか弾いたよね。三振弾いた時。小学校5年生だったかな、弾いた。合唱コンクールでクラスから3人三振が選ばれて、なんかシオン選ばれたんだけどさ、見た感じ弾けると思われて、ああ、そこが始まってね。ファミリーってことだけで、多分先生シオン
上手だと思って入れたはず。その時ね楽譜も読めなかったけど一生懸命練習して楽譜変えてから、うん、お母さん講師として行ったよね、あの時期湿地だったよね学校に行って、うん、みんな指導してあれとか持っててたさマイクスタンドとかめっちゃ持って行ったんじゃないマジで、うん、みんなに言ったのはみんな真剣にやろうってみんなが やるやらないっていう気持ち一つさ、うん、チームが一つになるって、うん、そしてみんながしっかりやって頑張ればこれも評価されて、うん、もしかしたらこの大会に出る選ばれるそしたら東京とか行けるかもしれないよってやつ、うんうん、覚えてるなんとなくそういう行けるかもよでみんなすごい反応してあそうなんだうんだから本当にあの時思ったみんな純粋だなってみんな可愛いなと思ったさすがお母さん来てたね学校に来てなんかちょっとグレてる男の子にも声かけてからさなんか話しかけてたよねアイスクリーム食べたいとか言ってあの給食当番のあの丸い円のやつ今日は何当番みたいなあれさ給食当番 あれとか指差しながら、うん、これ食べたいとかお母さん声かけてたよ何年生か5年生かなかわいいね5年生ってあんなに純粋なんだ ねそうそうそういや10年前ぐらいじゃないしおんもう10年以上前だと思うよなんかちょっとねほら、なんかみんなのノリには乗れてない子たちもいて、ね、やるのみたいなでも懐かしいね合唱コンクールでもやっぱりこの回を重ねるごとに、うん、そういう子たちがすごくまた真剣になって、うん、しっかりやるぞみたいなね、うん、ことにもなったから、うん、懐かしいな懐かしい話だねみんなうまくいって声も出せるようになりで三振も3人がこう揃うようになりあれなんか普通の大会じゃなかったよねうんうんあの市町村、なんか そういう懐かしいね会館でね市民会館かそういうとこで、うん、いいねはい、ついこの間の話ついこの間の話、はい、話になりましたね、はい、そうですね、はいはい、では、メッセージ紹介しますのほーん具志堅ファミリーの皆さんこんばんは先週は沖縄にお邪魔をさせていただき満喫して帰ってまいりました、うんうん、海水浴をすると目の前に魚が泳いでいてまるで一緒に泳いでいるような感じでした沖縄の海の綺麗さにただただ驚いていますまた来年もお邪魔をしたいと思いますラジオネーム太郎介さんからのメッセージですね、うん、ありがとうございますタロスケさんお魚は一緒に泳いでるんですよあれあれ勝負を望んでるところですいやでもね、うん、すごいじゃないですかいいタイミングできましたね、うん、もう最高だったじゃないですか、うん、この今のシーズンね先週ですよねもう先週はね、うん、もういい天気でしたよねもしもさ1週間に2回ぐらい海行ってる、うん、いいな泳いでるね、最高だよ、まあ、でも本当にでもこういう海ね、はい、いいですよね、うん、魚が身近に見れるっていうのは本当に嬉しいというか、はい、魚が綺麗ですよ ねまた来年も遊びに来てください ねぜひぜひいらしてくださいありがとうございますはい、ということでここで曲を紹介したいと思います聴いてくださいありがとうの歌
はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうの歌を流しましたが、はい、はい、ですね、日曜日が父の日ということで、はい、いよいよ、そうね、まあそれにちなんでこの歌を流したんですけれども、そうなんですか、はい、なんか ねやっぱり父の日ってさ何あげようか悩むよね。悩むね。今調べたらあのいろんななんかこの父の日エピソードが出てきて、はい、いろんな人のコメントをちょっと読んでもいい？はい、はい、なんかこの方は女性40代会社員なんですけど母の日といえばカーネーションだけど父の日は何の花がいいか分からず、うん、サボテンとかにしたらなんか暗い雰囲気になっちゃいましたって。確かにね、確かにね、カーネーションは分かりやすい。父の日って何あげたらいいのかな。でも、うん、なんかイメージとしてはやっぱり母の日が赤とかピンクとかだから、ね、なんか父の日はなんかブルーとかそういうイメージもあるんですけど、でもなんかさ白ってイメージもあるわけ。え、ある、うん、白だからなんか、うん、なんていうの、なんか白い、うん、なんかなんていうんですかね、なんかやっぱり大人な、なん白ってなんね、なんね、白なんかさイメージ白いわけよ。なんかな青と白、青と白、青と白、うん、でもとりあえずでも母の日って言ったらカーネーションであげやすいけど、うん、父の日って言ったらなんかピンとくるものがあんまりないよね、うん、花とかはね、花あげるにもない、何もないわけよ。何も出てこなくて何もするなっていう、父の日はね、そうなってるわけ、ね、いつも何もそうはなってないよ。あなたもお父さんいるでしょ。一応いる。お父さん何も求めてないよ。何するのか。でもお父さんあれさ、スイカ好きさ、スイカだからね、なんかちょっとやっぱ食べ物になっちゃうよね。うん、うん、まあ、うん、何か何かしたらきっとみんな喜ぶと思うから、うん、ね、母の日ってちょっとなんかみんな思い出しやすいけど、父の日ってちょっとね、うん、あんまりあれもうこんな時期だったって感じさ。だから終わったよね、母の日はね。母の日も先月だったけど、ね、もうしあさって日曜日6月14日は父の日だから、なんか6月21日です。あ、そっか、14日終わった。今カレンダー見てたから。はい、6月21 21が父の日です。もうあれなんだね、6月後半になるんだね、うん、いやーね、父の日にね、日曜日にね、まあいろいろ考えましょうか、うん、お父さんの目の前だけど。だあ、僕みんなの父なんだ。なんね、ハッサビよ。何を笑いを求めていたんでしょう。6月21日って、うん、もうすぐですね。はい、はい、お父さんに後でアイス買ってもらおう。買ってもらうんだ。買ってもらおう。はい、はい、ではちょっと話がまた急に変わりますけど、もう時間もね、あの1時間あっという間ですので、ちょっとゆっくりしすぎたね、はい、ゆっくりしすぎましたね。はい、ここでではあの私たちイグシキンファミリーのライブ情報をお母さんからお願いします。まだしてなかったから、いや、まだこれはしてない、うん、じゃーん、見えますか、マネジメントの歌。どこに今指してるこれね。どこかに指してるんだけど、マジムンの歌が7月の22日リリースされます。7月22日ですね、マジムンの歌。その時にはイベントも、今計画していますので、また後発表したいと思います。はい、皆さんぜひ。でこの歌はあのハピナハのおもろばけ屋敷のエンディングテーマにも流れていて、なんとあのラフピーのエンディングでもただいま流れております。なので、どんな曲って気になる方は、ラフピーってあれですよ、沖縄の番組で明日、はい、毎週金曜日の2時か3時ぐらいにやっているアバウトあの映画祭の番組ですね。でも聞くところによると、大阪の人言ってたけど、東京の人も言ってたけど、ファミマで聞いたよって聞く人がいるよ。聞いた聞いた、うん、その情報聞いた、聞いた人いるから、うん、なんかファミマでこの歌聞こえて、具志堅ファミリーの歌声ってすぐ分かったって人とかいて、ね、すごいよね。でだからしょ、うん、いつもローソン派だから、ローソンによく行ってアイスカフェラテとかよく飲むけど、でも最近ファミマも好きになった。ファミマも一応なんかあんまりなんか家から近いところがローソンだったからさ。そうそうそう。いやでもね、嬉しいですよね、こんなして流れたっていうのを聞いてなんか言ってくれるのとかも嬉しいですしね。いやでも
すごくない、うん、ファミマしかも全国だよね、ファミマで。でも沖縄で、うん、県内じゃなくてね、県内じゃなくて、うん、東京大阪で流れてたって聞いたっていうからね、すごいよね。そうね、だから思わずぜひあのアンコールしてって言って回返事したんだけどね、聞けたらいいですよね、うん、だからファミマに通いましょう。はいそう、ファミマの宣伝だったっけ、はい、このね、まあ、自分の歌っていう歌7月22日リリースっていうことで、はい、ぜひ皆さんも覚えてあのぜひ聞いてみてくださいね。あのいい歌なので、うんいい歌だからね、ぜひぜひ。まだあの那覇の国際通り行っても聞けるからうんね、ぜひぜひあのお化け屋敷で聴けるのでぜひぜひお願いします、はい。6月26日、FM 沖縄ハッピーアイランド、東村スペシャルで歌いますから、東村の役場に皆さん集合してください。東村の役場、はい、そこでもこのマジムの歌、うんはい、紹介しますからね、はい。では後のスケジュールはあれ、大阪とか言ったっけ、はい、言った、はい言ましたオッケー、はい、ありがとうございます。こんな感じね、まあこんな感じであるので、うん、あのまたホームページなどもね、見ていただいて、ぜひ都合の良い日はぜひいらしてくださいね。遊びにも一緒に歌いましょうよ歌いましょうよはい、ということで、ここで曲を紹介したいと思います、これはですね、あのマジムンが出る前のアコーテの CD から、アコーテ、私たちのデビューの歌となります。では聴いてください、アコーテマジムンのマジムンの歌が出る前の。
い、ありがとうございました、あっという間に1時間過ぎてしまいまして、もうお別れの時間となってしまいましたが、皆さんどうでしたか今日楽しかった今日なんかね、今思った、はい、もうちょっと話まとめようってだからいつも思ってるけどねまとまらないんだよ、誰かリーダー欲しいね。あのねたまに お会いする方で、うん、ラジオ聞いてるからねとかって言われたら、あ、申し訳ないってちゃんと、でも今聞いてる方もいるからね、ちゃんとまとめておこうって。でもさ聞いてくださってありがとうございます本当に本当ね、ありがとうございます、うん、誰かいつも突っ込んでくれたらいいね。もうちょっと、でもね、やっぱり人は成長するもんよ今日よりは来週、来週よりは再来週、この成長がね、今日の話がね、と思う方でも、今日のこと覚えていれば何時ね。いやでも、ですね、乾さんからね、またメッセージが届いていまして、あの番組の感想はまた送るそうです。そしてラジオは毎回聞けないけど、具志堅ファミリーさんのゆるいトークをとても楽しんでいますよとね、コメントいただきましたよ。いい、優しいですね。いやもうこれね、それ、はい、それが良くない。甘やかされてるな。甘やかされてるね。話に筋がないね。だから脱線だらけ。だから脱線だらけ。出発と目的の到着点が絶対にずれてる。またさ、番組の最後に反省会。これ申し訳ございません。本当に皆さん聞いてくださってありがとうございます。そこが一番長かったりしてね。いやね。反省会は長いよ。はい。まあそうですね。反省するところはたくさんあるので。今日よりは来週。来週。いい話。ね。ちゃんとした話をしたいなって思う気持ちが伝われば、今日は甘いで甘いよはい、まあでも本当に皆さんありがとうございます。はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp、ファックスは098-934-8653。今日のお相手は具志堅ファミリーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。また来週。バイバイ。